さあ、では一投目いきましょう。はい。いや、わかんないです。今始まるんで、最近わかんないですね。なんか最近もう愛語が多いって。愛語。はい。水温がまだ高いでしょうね。はい、スタートの仕掛けがグレバリの6号、ハリス2号を2ヒロ、浮きが0号と00号の間ぐらいの浮力ですね。浮きは今固定してます。誘導は取ってないです。とこれでスタートしてみましょう。何が来るな、これ。何上がってくるかな。ちょっとこっちの静かそうなところを狙ってみよう。あっち当たりだな、あれは。当たり。もっと行け。行け、入れ。よし、取った。おら。アイゴかな。アイゴっぽいな、やっぱり。強えな。茶色い美味しそうなアイゴでした。うお、アイゴだ。アイゴが見える。浅いとこまで浮いてますね。針鈴木使います。アイゴかもわからないですけどね。やっぱアイゴすげえな。ちょっとアイゴはやっぱ稚魚が湧いてますね。これぐらいのやつ、ほら、これぐらいが湧くんですよ。そうでしょ。これがね、湧いてるとちょっときついことはきついですね。アイゴの稚魚がほんとすごいな。すごい数ですよ。ハリスを一広まで詰めました。アイゴしかいね。おめじなだ。ほら、ジナ来たじゃん。嬉しい。足裏サイズぐらい。
27、8ですね。あのサイズが来ればまだねチャンスありますよ。ベラだ、ベラでした。メジナスだ、これ。35ある、35ぐらいですね、ちょうどね。Thank you.
どうせここダメっすね、全部波来ちゃうわ、もう波ここまで上がってくる。最後だな、叩いてんな。アイゴっぽいのが来ましたよ、アイゴっぽいのが来ました。いや、クロダイだ。ね、ちょっと保っかりていいですか、すいません。クロダイ、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。伸びないですね、これ。これなかなか伸びないですね。どうですかね。ありがとうございます。ねえ。しかもちょっと美味しそうなやつじゃないですか、これ。ねえ。よかった。首振ってるからアイゴかなと思いました。これ、この上顎にかかってる。おお、36センチのクロダイでした。まあ勢いがあった、いけるか。よし、乗った。メジナ来い。よっしゃ、メジナでしょう。メジナだ。ジョージさん、すみません、タモもらっていいですか。タモすみません、ごめんね、ジョージさん。あ、いや、ジョージさん大丈夫です、大丈夫です。ぶり上がるわ。ぶり上げた、ぶり上がりました。メジです。一広ぐらいです。はい、いいとこかかってるもん、これで。これ30はないな、27、8ね。え